みんな塩焼きだ、塩焼き。どうすか、まあまあのサイズだね。あ、こっちの方綺麗に映るかな、うん、はい、まだ好きだ。でっかっ、結構ね、やばいやばい、でかい、アッキー。あらららららら、じゃあこれですね、わかりました。バンバン、あの穴持ちってください。わかりました、穴ごとね、はい、わかりました。こんにちは、あっぱれ釣りチャンネルをご覧の皆さん、宗蔵部長です。今日はですね、サーフに来ております。今日はあの石持ちという魚を釣りに我々やってきました。で、今日はあのベテラン、まあ今映ってないですけど、ベテラン釣り師にいろいろご指導を受けながら、この初心者宗蔵が石持ちを釣っていくところでございますね。石持ち釣ったぞ、やったぞ、これが部長の釣りですよって言えるような日にしたいと思います。よろしくお願いします。今日はご指導お願いします。よろしくお願いします。私たち砂浜での餌釣りって初めてですから、ルアーは投げたことあるんですけど、まあ釣れないけど、餌でね、やったことないんですよ。結構大事ですか。今日はね、いろいろあるんだ。こっちは穴掘るよ。ここの穴も大きいからね、15号しか引いてない。この釣りはね、初めてなもんですからね、すっかり甘えております。ケイノさんにね、仕掛けまで借りました。これ、アナゴが釣れるそうです。でっかいアナゴが、まあ、まずはね、とにかく一頭投げましょう。投げてみます。これ塩なんですか、この。こんなに、こんなになってるけど。これ、こんなになっていますけど。え？え？もう来てるの？これ。ちょっと上げてみましょう。あ、来てる来てる。来てるの？魚来てる？もう来てる。すごい。いや、これがベテランですよ。早くもアッパレ熊五郎のね、竿になんか来てるかもしれないっていうことなんで、上げます。はい。ああ、引っ張ってる。本当？じゃあ、ちょっとこれを見届けて我々も。はい。じゃあ、あっちこの辺でルアー、うん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 、我々3人でちょっと YouTube 撮影してるんで、はい、お願いします。でも、どういうとこ狙った方がいいですか。あ、そうだね、ごめん、ほんとに二番流とかってよく言う、あ、言う、そう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 、
ただ餌を取られて終わってました。空振りでした。空振り？餌を取られて終わってました。ああ。餌バンバン取られたね。はい。あ、全然。まずこあの磯目とサンマの切り身のダブルでつけたいと思います。あ、そうなの。一つの針には磯目、一つの針にはサンマってことにしようかなと思って、あえてそういうのもちょっと楽しいかなと思って。はい、ね、磯目よくつけれないって言いますけど、磯目は怖くないんですよ、みんな。ちょっと待って、こうやって口開けたらこうやってあとは剃って入れていくだけですね。ちょっと手がぬるぬるしてて入りにくいですけど。あ、見てください。ちょっとちょん切れちゃった。ちょん切れましたけど。あ、まあ、ちょっとこれでも多分大丈夫だと思うんで。あとは、こっちにサンマでもつけようかなと思って。はい。これ切り身ですね。こういう切り方をすればベテランは釣れると言っています。これがね、部長の釣りですよ。ちゃんと飛んだ？飛びました。もう 100m、 50m ぐらいは飛んだかな。早いね。はい、来るね。来ます来ます。あとは、まあ、松釣りなんで、竿立てに竿置いて、まあ、今日ね、部長釣りますから、みんな待っててください。こうやって立てて、ま、待っておくだけ。これで準備は完了です。これで準備は完了です。あれ、ベテラン今野さん、え、お引き目？あ、フグですね。うん、フグちゃんかわいいな。皆さん、こういうこともあります。今ね、助けてやるぞ。ないか、してみますか。あ、こっち魚じゃない？あ、これ違う、このさ、ほら、ほら、おー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 、危ない危ない危ない、おー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 、危ない危ない危ない、今のは来ました。何か来た、大物。竿を持っていこうとした、何かが。すごい、今、あ、やっぱり。あ、大丈夫だった。あ、大丈夫、ありがとう。あ、大丈夫、今ただ、何か来てると。すごい反応でした、今のは。もう、めっちゃ来ましたよ。おー、今見てくる。なんだろう、嬉しいなってるけど、なんだろう、結構引いてます。あ、波来た時に合わせて、残念ながらね、今一つ来たんですけども、ギリギリで逃げられました。どうですか、胸蔵部長。今日はですね、いつものなんかおかっぱり釣りしてむちゃむちゃ、これなんか当たりなのかなって思っちゃうような、そうだよね、しなりなんですけど、まあね、波だったりするんだよね。波だったりする。でもこれでもな、これだいぶビンビン来てますけど、ビンビン来て、でも波なのかな。これね、我々初心者でちょっとまだ分かんない部分なので、皆さんご勘弁ください。非常に困惑してます。これで重かったら、あれ、いつの間にかカニが、いや、でっかいじゃないですか、これ。渡りガニ。これ卵なんですか。卵。卵ってそういう体の外側にモコってなってるんですか。わ、これはすごいでっかい。渡りガニ。これはいいですね。
早くももうカニを釣り上げております。ベテラン、いやこれは特殊な、何なんすかそれ、秘密、秘密兵器ですね。秘密兵器であれば映さないんです。あっか、ベテラン余裕になれば効果を発揮する。どこだから、あの上げるときどこから上げるか。なるほど、ナイトサーフゲームということで今から大遠投したいと思います。しかもセミホタルまでつけてもらう。よし、これで今日は仕事をするぞ。よし、決まった。部長の皆さん、部長の大遠投ですよ。これが50メートルの大遠投です。果たして中野さんは出てくるのでしょうか。待ちましょう。はい、だからほら何か行ったのかなと思ったんですけどね。軽い、軽いっすね。軽い、うん、お、重い、なんか重い、何重くなった、じゃあいいんじゃない、急に重くなった、なになに、あ、ダメだ、抜けた、ダメさあ、来るか、お、重い、重い、ヒラメでもかかったんだよ。マジで？あ、フグだ。え？フグだ。部長、フグ釣った。お、石持ちだ。何何？石持ち。石持ちです。やった。やった。やったほら。石持ち。みんな、やったよ。これが部長の釣りっすよ。これが部長の釣りっすよ。みんな、どうすか、まあまあのサイズだね。あ、こっちの方綺麗に映るかな、うん、はい、当たりが来てるような気がしますね。見ましょう。ふぐちゃんでした。しなり、ほら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 、すごいしなりです。重いです。あ、負けない。あ、軽い。何かいる。あ、いない。あ、あ、なんかいる。あ、フグじゃない？フグだ、やっぱり。フグです。あ、まあ部長。あ、まあフグ。いや、今ね、はい、当たり分かりました。うん、やっぱり、うん、掴みました。あ、そう。どんな感じ？なんかね、細かくビリビリしてきた。細かく、うん、細かい。来た来た、フグだ。フグだった。細かい、やっぱり刻み来たっすね。うん、はい。こんにちは。あ、でかい。これはでかい。まあまあ。あ、まあまあなサイズ。でかい。まあまあだね。おー、すごいすごい。これでまあまあなの？うん。いや、もっとあっちのでかいよ。これの2倍ある。おお、逃げようとしてる。ちょ、これは誰が？ベテランが。ベテラン選手ですね、やっぱり。当たりです、当たり。当たりがに。あ、はい、石持ち来たよ。ベテランさん、石持ち、あ、石持ち、あ、いいサイズですね。まずまずだね。あ、さすがです。次々釣り上げてください。釣れたぞ。来ました、巨大やな。うわ、やばい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 、でっけえ、でっけえ、結構ね、やばいやばい、でかい、アッキー、アナゴじゃない、ウナギだ。ほら、アナゴか。
よりちょっと小さい。いや、まずまずだよ、それで。おお、やべえ。さっきよりだいぶ小さいけど。おお、でっかいですね。でも負けたか、そっちには。ガーナも、しました。そっちには負けた。アナゴ。あー、またでかいアナゴ、来ました。でかい。次々行きません。はい、何ですか次は。石餅です。あ、石餅、あ、結構な、まずまず。もう次々釣りますね、さすが。いや、今の時間当たってきたね。いやー、はい、何釣ったの。餅。お、いやー、やったね。やっぱずっと竿持ってるやり方ですね。やっぱ分かります。分かるよね。いやー、やったー。でもね、いい、こういう魚の石餅って美味しそうですね。塩焼き時計ですね、はい、ありがとうございました。これで感じたんだ。2です。そうだね、そうだね。まあ僕らの地元滋賀浜のサーフで、まあ、今日石餅釣り入門というものをしたんですけれども、まあなんとこんなね、初心者の宗蔵部長でも石餅3匹釣ることができました。あ、3匹釣った。あ、7から3匹釣りましたね。あとフグが何匹か釣ったのかな。今日はね、あのベテランの今野さんから、この K の師匠からいろいろ教えてもらって、まあ今日こういうね、いい釣りができました。ここでまたね、釣りができればいいと思います。今日はね、来れなかったメンバーね、残念ですが、またみんなで集まって釣りをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。あばよって。